はい、ありがとうございます。上司が教えてくれない営業のコツ。今日は無料フックからの営業戦略ということで、えーとまあ、テレアポに限らずなんですが、まあ、会社として経営戦略の一つで、えー、無料のサービスを入り口にして、まあ、有料のサービスに移行させたいという場合、どういう仕組みを考えていけばいいですかというご相談をいただいたので、そこについて今日お答えをしていきたいなと思います。まああの 塾というかあの教育系ののジャンルの商材になるんですけども結構まあこういう入り口の商材って多いんですよね。あの無料サービスを使ってそこからまあ有料に移行させていくっていうまあ商材なんですが、ここで一番意識をしなきゃいけないのは、まず無料サービスを無料ということを理由で集客しちゃいけないっていうことですね。あの結局、無料で使いたい人とお金を払ってでも解決したい人っていうのは、意識が全然違うんですよ。 これですね、一番イメージしやすいのが、私、採用系のジャンルで営業してたときに、ハローワークに乗っかっている、掲載されている企業さんと、他の求人サイトに掲載している企業さんにテレアポをしていったとき、どっちの方がアポイ率が高いか、状況としてはどっちも採用活動は行っているということは同じなんですけども。 どっちの方がアポ率が高かったとっいうと圧倒的に他社の求人サイトに乗っかっている企業の方がアポ率も受注率も高かったんですよね。でなんでかっていうとその採用課題に対してお金を払ってでもその問題を解決したいと思っているかどうかもしくはお金を払うだけの体力、予算企業の力があるかどうかっていうところで、まあ、結局最終的には受注という成果が変わってきてしまうからなんですよね。結局ただだからやってるっていう会社がハローワークは多かったっていうのが、まあ、当時 のテレアポの私の中の感触なわけですよなので無料なのでぜひ一度ご見学くださいとか無料なので一度使ってみてくださいっていう形の人っていうのは結局無料だからやってるんですよあの 困り事とか悩みを解決したいからやっているわけではなくて、無料だから使ってます、やってますっていう形になってしまう相手に対して、じゃあ次うち、あの今回サービスフルで使っていただくと、あのこの金額になるので、ぜひ移行いただけませんが、まあ、今回ご相談いただいている商材できるのは60万円以上という話なので、まあ、今無料で使っていただいておりますが、よりサービスをフルで使っていただくためには60円、60万以上かか、年間に60万円かかりますので、まあ、月々になせすば5万円です。あのぜひ5万円使って、5万円としていただいて、あのサービスよりフルで使っていただいて いただけませんかって言われたとしても、この金額が高かろうが安かろうがですね、いや、私、無料だからやってるんで、結構ですってなっちゃうんですよ。 なので、まず集客をする人、どう考えるかなんですが、基本的には変わらず、ですね、自分が使っている商材で悩みを解決したいと思っている人をまず集客しましょうというのが一番大事なポイントですね。なので、無料なんでぜひ使ってください。無料なんでまずどうぞみたいな形で営業しちゃだめということですね。なので、こんな困りと持っている人いませんかといっ,ったときに、今、無料でお試しできるんで、ぜひ一度試してみてくださいという入り口から入っていかないと、最終的な受注にはつながっていきませんよと。 ともう1個の無料から有料に切り替わるときにどういった差が生まれるのかということですよ。無料でできていることに対してわざわざお金を払ってでもやりたい理由って何なのかということが整理できてますかということをです。ね。なので、そこも明確にできていないとなかなか次の仕組み作りというところも話はまず進んでいかないのでまずは無料と有料の違い、有料にすることにお金を払うことによって相手はどんな変化が生まれるのかということをですね。 考えていいいたただきたいなと思います、まあ、基本的にはコストパフォーマンスなのでお金を払う分以上の成果が得られますもしくはより効率的になりますもしくは今まで使えなかった機能が使えるようになりますみたいなところただ使えなかった機能が使えるようになるだけじゃ意味ないんですよ使えるようになることによってどんな変化が得られるのかっていうところはぜひ提案をしてもらいたいなと思います、まあ、そこを踏まえた上であとは伝え方とかコミュニケーションの取り方になっていくので、まあ、伝えるべきタイミングをどうしていくのかどういうふうに移行の案内をしていくのか ということを考えていけば仕組みというのは整理できてくると思いますのでまず前提として考えなきゃいけないのは無料だからという形で集客をしないことまずは使いたいその悩みをお金を払ってでも解決したいという人は集めるということですねでそれができた前提でお金を払うことによって無料と有料でどういう違いが生まれるのかということを整理していただいた上で伝えるタイミング伝え方というのを決めていくそれがまあ仕組み作りという形になりますので、えー、ぜひ無料服からの営業戦略というところを考えていただければと思いますと、はい、ということで今日もご質問 質問にお答えさせていたた。だきました、えー、今日の動画が参考になった、勉強になったなという方は是非チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけたら嬉しい限りです。引き続きご質問ご相談あれば LINE や YouTube でお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。本日は以上です。